内山ゆりのと村上真夏のダイアローグオンライン。皆さんこんばんは、内山ゆりなです。皆さんこんばんは、村上真夏です。この番組は声優ユニット私たちダイアローグから2人ずつ週替わりでリスナーの皆様に癒しと笑いと素敵な音楽を届けていく番組です。あよーわーい、30回目ですって。早いね。すごいよ、ね、早いね。もうやこんなにもね、やってるんだね私たち。すごい、もうびっくりしちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。そして放送の時間感覚で言うと、はい、ちょうど先週 Q のライブが終わりましたということなんですが、はい、実はね私たち収録日は実はライブの次の日でして。はい、そうなんです。もう昨日ライブ終わりました ね、 ったね。うわーすごい。まあいろいろお話ししたいことはあるんですが、はい、お便りもね Q に関するライブのお便りいただいてるので、お便りのコーナーの方で、ね、そうめっちゃいただいてるみたいなんですよ。はい、うん、なのでそのお便りコーナーの方で紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでそろそろ始めていきましょう。ここから1時間よろしくお願いします。改めまして内山ゆりなです。村上真夏です。2021年2月3日にダイアローグのセカンドシングル人生イージー、サードシングルあやふわアスタリスクの同時発売が決定しました。やった。それぞれ弱キャラ友崎くんのオープニングとエンディングになっています。はい、セカンドシングル人生イージーは作詞作曲は田淵智也さん、編曲はモナカの田中秀和さん。サードシングルあやふわアスタリスクは作詞作曲は田淵智也さん、編曲はモナカの広川圭一さんが担当しています。うん、ではではここからはリスナーの皆さんのお便りを紹介していきましょう。ほいしていっちゃいますよ。はい、ではまずログッコネームゆうたんさんからいただきました。ゆりにゃマナティこんばんは。こんばんは。先日行われた旧ファーストアニバーサリーパーティー See You Everyday に配信で参加しました。うん、1年ぶりのキャスト全員集合のライブでしたが、最初の曲が始まった瞬間から久しぶりにエールブルーの16人に会えたことに涙が止まらなかったですし、どの瞬間を切り取ってもキャラクターたちがパフォーマンスしているように見えるのが本当に良かったです。1周年という節目に素晴らしい景色を見せてくださりありがとうございましたということです。ありがとうございま す。続いてもう一つ、うん、Q のファーストアニバーサリーパーティーについてのお便りゆりに読んでもらえますか。はい、ログッコネームあやめさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆりにゃマナティこんばんは。こんばんは。 Q のファーストイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。今回は各チーム曲の初披露がありましたが、どちらの曲も今までの曲たちとはイメージが違っていて、ダンスもそれに対応していた気がします。うん、いつも以上にかっこよさや妖艶さみたいなものを出せたのはきっとダイアローグを通じて培ってきた成果の一つなのでしょうね。うん、ライブ中に公式さんがツイートしていたのはそうに違いないと思います。よかったら初めに振り入れした時の感想やこだわりポイントを教えてくださいとのことです。ありがとうございま す。他にもたくさんライブについてお便りありがとうございます。ありがとうございます。そうね、振り入れね、割とさ、ね、Q でもダイアローグでも何曲も結構たくさん振り入れさせていただいて、ね、毎回曲の振り入れ動画をもらうじゃん、一番最初に。うん。やばくないって思わない？あの動画見た時に。って思うよね。なんかいつも私確認しちゃうもん。あれ、これはちゃんと普通の通常の速度で再生されてるんだよな。4倍速とかじゃないよなって確認しちゃうぐらい。わかる、すごいわかる。うん。なんか私も、うん、そのもらった動画をちょっと編集して、ちょっとなんか、遅めに、あ、倍速を遅めになんか 0. 何とかみたいにして、うん、もう7分ぐらいの動画にしてゆっくり見たりとかして覚えたりするんだけど、やっぱりなんかね、でも本当にどうし体の動きとかが、いや、分かる、最初本当に分からなくて、うん、なんかどうやるんだろうって思うんだけど、でもそのねレッスン場に行って、うん、そのかなみ先生にね、うん、教えてもらっている時にはもう、あ、
すごいさ、わかりやすく教えてくださるじゃん。本当に。ここの手の動きは、こう一回後ろに行ってたんだとかさ。ね、そうそうそう。から、あ、左足から出してたのねみたいなステップは、みたいな。そう。でさ、不思議なんだけどさ、うん、その一回ダンスを教えてもらってから動画を見ると、うんうん、なんか一つ一つの振りがちょっとわかんない？なんか、あ、そう、これは左から出してる、このステップだみたいな。なんか、初見は本当にもう意味わかんないが。確かに。ちょっとゆっくりに見えるというか。ね。そう、それが不思議。本当にそうだよね。あとさ、何度も振り入れをして、うん、私たちの振りが入る時間もちょっと短くなったと思わない？確かに。一日で割と昔は、うんうん、踊りの振りだけを入れましょうみたいな。そうだね。そう、感じだったんだけど、最近一日のうちに、バミリっていうの、なんか、どこに誰が立つみたいなのも、一緒に覚えられたりとか、そういう意味で成長を感じてるかもしれない。確かにすごい。うん、え、こだわりポイントとか、どう？ダンスとかの？うん。Q に関しては、うんうん、やっぱりキャラクターがいるじゃない、うん、そうだね。そう。で、私が演じさせてもらってるのが、九条ゆずはちゃんで、うん、だいぶ元気で、うんうんうん、なんか大きく動くキャラだと思うの、ダンスとか。うん。そう。で、かなみ先生とも話して、うん、私が割とちょっと、ちっちゃく踊っちゃう癖が、もともとあったから、ほうほうほう、より Q では大きく大きく踊るように見せようっていう風に努力してこだわってる。なるほどね、うん。でも私はね、逆に、松とは逆、うん、で、私が演じているのは、むついしはるなちゃんっていう、ちょっとおとなしめな、どっちかというと、その元気にウェーイってやったりする子じゃないんですけど、うん、なんかだからこそ、なんかその自由な振りとかがある時には、ちょっとおしとやかというか、なんかはるなちゃんがやりそうな、可愛いらしい、でもその元気すぎないぐらいの感じをちょっとイメージしてやって、たりとかはするかな。確かに、なんかユリのダイアローグの時とか結構大きいもんね、動きが普段は。そうなのかな。そう、大きいから。そう、でもやっぱりキャラがいるとね、振りも変わってきますよ、うん、結構見どころなんじゃないかなと思います ね、そういうのも。そう、あとライブでさ、はい、今回の Q のライブで映像があったじゃない、配信とかの映像もあったし、ありましたね、ライブのその現場で私たちが踊ってるステージの上に流れてる映像みたいなの、はい、でっかいやつね。そう、あったじゃないですか、うんうん。でね、私今回感動したカメラがあるの。いや、はい、全部のカメラすごいいいんだけど、うん、びっくりしたっていうのが、うん、ちょうどステージを真上から撮るカメラが、はい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 、お気づきの方も、ね、ま、いたんじゃないかな、いらっしゃったんじゃないかなと思うんですけど、すごくない？上から。上からはね、びっくりしちゃった。そう、普段の座席からじゃ絶対に見られないポジションじゃん、上なんて。ね、だからこそなんかね、私たちのフォーメーションの形とかもね、そうそうそう、すごい意識したりとか、したね、あ、ここちょっとずれてるなみたいなのもね、うん、すっごい細かくチェックしたりとかしてね、円を作るときね、ね、特にね、ね、あそこね、うん、綺麗にフォーメーションを見ていただけたんじゃないでしょうか、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて、ログッコネームフォアランさんからいただきました。ユリニアマナティ、こんばんは。こんばんは。美容院などで髪を洗ってもらっているとき、かゆいところはありませんかと聞かれますよね、うんうん、それに対する返答として、ここがかゆいですと言っている人を僕は見たことがありません。ちなみにお二人は、ここがかゆいと宣言されたことはありますか？また、こんな感じでいいですかと聞かれたときに、もう少し切ってくださいと言ったことはありますか、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。確かに、確かにね、言われるね。言われるよね。かゆいですか。え？でも、言える？言ったことないかも。かゆいないな。うん。え、どうやって反応してるの？あ、なんか、まずさ、うん、顔に、髪があるじゃない？だから、私あんまり喋っちゃうと髪が飛んでっちゃう恐怖があるから、うん、すごい小さい声で、うん、大丈夫です。確かに、私もね、うん、その、髪があるからさ、うん、口を開けれないじゃん。ちょっと怖いじゃない？だからそういう時は、めっちゃちっちゃい頃は、なんか、コクンみたいな。あ、もう喋っちゃいけないみたいな。うんうん、そう。うなずきで対応するか、うん、で最近は、はい、みたいな。ないですか、うん、はい、みたいな。こういうのでやると、ありがとうございます、みたいな。してくれるからね。うん、なんかだから、はいとかそういう返事しかしてないかもしれない。うん、確かに。でも、なんか私思うんだけどさ、うん、割と痒いところないですかって言われて、ないですって答えても、うん、すごい丁寧に全部をさ、ねえ、やってくださるから、わかる。え、実際、痒いところがあった場合ってどうしてる？いや、あっても言えないかも。ああ、なるほどね。うん。なんか別に後で自分で書けばいいかな、みたいな。なるほどね。確かに、確かにね。うん、
ゆりにゃは言える？いや私も言えない。なんかでも、うん、痒いなって思っててもないですってなって、うん、そこをねちゃんと洗ってくれるの。え、その後に通じてんじゃん。そうだから、あ、伝わってる、いいぞみたいな気持ちになっちゃうなるほど。美容院でさ、その髪洗ってる時といえばなんだけど、うん、どっち、首のさ力を全部預けられるタイプ、ゆりにゃ洗ってもらってる人に。え、それはあの持ち上げられた時とか。そうそうそう私ね、ちょっと自力で上げちゃう。上げちゃう？そう、私も上げちゃうタイプだったの。でも一回、なんか、何かで、上げなくて、全部身を任せた方が、美容師さんが切りや、洗いやすいみたいな。あ、え、そうなの？そう。の聞いてから、もう私、意図的に体重かけるようにして。そうだったんだ。そうらしいんですよ。ちなみに、もう少し切ってくださいって言えるかな？私は言いますね。私もね、言っちゃう。あの、前髪とかね。あ、わかる。こだわっちゃうんだよね、ここね。そうそうそう。なんかどうせ切るならいっぱい切りたいみたいな欲があって、はいはいはい、切った直後はちょっと短いかなぐらいが意外といいんじゃないかみたいな。そうなんだよね。そう、どうせ伸びるし、うん、馴染んだ頃にちょうど良くなるのはちょっと短いかなぐらいなんじゃないかと思って。確かに。あとポイントなのが、うん、前髪って結構いい感じに切ると、うん、でも笑った時にのなんか短くなるんですよ、前髪って。確かに確かに、眉毛出ちゃうからね。そうそう、だからそこがね、笑った時に眉毛が見えない長さでみたいな微妙な注文したりしたりして、私だからいつも完璧だ、眉毛じゃない、前髪の長さ。眉毛は違うなるほどね。そんな感じで私注文してるかもしれない、いつも。私いつも眉毛と目の間ぐらいでお願いします。でもわかるわかるわかる。そう、そんぐらいで切ってますね。まあ、じゃあ切ってくださいは言えるね、私たち。言えるね。ということで、たくさんのお便りありがとうございました。ここからはコーナーをやっていきたいと思います。解決ダイアローグ探偵団。このコーナーでは、日常のお悩みから迷宮入りしてしまった未解決事件まで、リスナーの皆様から謎をいただき、私たちが解決していくというコーナーです。二人で相談して答えを導き出しましょう。ちょっと、では早速やっていきましょう。はいはい、まず、一つ目の謎、うん、謎です。はい、ログッコネームかなたさんからいただきました。うん、ゆりにゃマナティ、こんばんは。こんばんは。最近職場でボールペンを紛失する事件が多発しています。なんだって。ポケットに入れておいたはずなのに、出勤するときにはいつの間にかなくなっていたり、使おうと思ったときにどこに置いたかわからなくなってしまったりと、個人的にとても困っています。なくなったボールペンはまだ戻ってきていません。一体僕のボールペンたちはどこに行ってしまったのでしょうか。ぜひこの未解決事件の解決をお願いいたします。なるほど、だいぶ難事件ですよ、内山さん。そうですね。まずポイントとなるのは、はい、職場でなくしているということ。なるほど、自宅ではないということですね。そうですね。そしてなくしたボールペンは1本ではないということです。なるほど、たくさんあるということですね。まあ、つまりあれですね、もうちょっと進めますと、はい、職場だから、まあ、いろんな方が出入りしている。そうです。そして常習犯である可能性が高い、もし犯人がいるのであれば。そうですね、同じ人物の可能性が高いですね。なるほど。ボールペンを取ってどうしたいんでしょうね、その人は。きっといつも忘れてしまっているとか、持ってくるのを。なるほど。でも私ちょっと気になることがあるんですよ。なるほど、何ですか。ポケットに入れておいてるんですよ。取るときバレちゃうんじゃないかなと思うんですよね。確かに。ということはということはということは、犯人はかなたさん、あなたです。どういうこと、どういうこと、どういうこと、待って、どういうこと。でも誰かが盗めない状況にあるということは、やっぱかなたさんが落としてしまっているか、うん、まあもうかなたさんがポイってどっかに置いたのをもう自分で忘れてしまっている可能性が高いんじゃない。いけた。何ポケットに穴が開いているんじゃないですか。もうさ、自分で落っことしてる。ポケット穴開いてるから。ハニーカナタさんだ。ちょっとじゃあポケット見てください。そうだね。続いてログッコネーム小次郎さんからいただきました。ここ数年で
デスクワークで目を酷使しすぎたせいか、だんだんと視力が落ちてきました。30年近く生きてきていて、視力を両目 0.8 以上をキープし、ずっと裸眼で生活していたのに、ちょっとだけショックです。どうすればこれ以上視力が落ちないようになるのか解決してほしいです。なるほどなるほど、うん、そうね。ゆりにゃさんはデスクワーク、うん、なるほど、パソコンですよね。そうね、要はなんて言うんですか、ブルーライトっていうんですか。あ、そうね、そういうのも結構関係しているかと思われますね。確かにブルーライトが割とねあれよね。うん、でも私ちょっとこの間有力な情報手に入れまして、ほう、緑色の遠くの緑色のものを見ると視力が良くなるとは聞いたんですよ。確かに聞いたことはありますね。ありますね。だから近くのブルーライトで悪くなっても遠くの緑色はいい感じですよね。確かにそうだな。でもブルーライトのためのなんかメガネみたいなのもあるじゃないですか。 ありますね、カットするやつ、ね、そうですね。あれをつけていらっしゃるのかしら。まずそうね、自分で対処はされてるのかどうかも気になるところよね。まあでもキープしたいというのならば、ならばまあじゃあ行きますか。ブルーライトカット付きのメガネで遠くの山を見続けろ。現実的。そうですね。遠くの山なんだね。そう、ちょっと緑が山かなと思って。遠くすぎたら山って緑に見えなくない？そんなことない？名探偵。じゃない。確かに。じゃあ、まあ遠くのなんか緑を見てほしい、ね、緑見よう、うん、緑見よう。続いて、うん、ログッコネームグランツさんからいただきました、うん、ゆりにゃマナティこんばんは。こんばんは。私はカナル型のイヤホンを使っているのですが、カバンから出した時1ヶ月に1回のペースでイヤーピース、耳の中に入れるゴムがなくなっており、うん、カバンをひっくり返しても出てこないのが謎すぎて困っています。イヤーピースがどこに行ったか分かりませんか、ということですね。難題だねこれは。そうですね、イヤーピース、耳の中に入れるゴム、なるほど。私は使ったことがないのですが、私ちょっとイヤーピースがまだよく分かっていないんですが。あ、ちょうど今、あ、見せてくださいました実物を。なるほどね、イヤホンのあれってこと？そう、耳にフィットさせるやつ。ああ、はい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 。なるほどね。あそこだけがなくなってしまうってこと？なくなってしまう。確かに。まあ取れるっちゃ取れる。なるほど。あ、カバンから出した時にってことですよね。そう、でもカバンをひっくり返しても出てこないの？どういうこと？カバン。カバン。なるほど。あ、いける？必ずカバンに入れているんですよね、うん、きっと。そうだね、多分カバンに入れてなくなってしまっているんでしょうね。わかりました。お、カバンに穴が開いています。ポケットと同じじゃん。じゃあそうね、確かに。だってありえないもん、そこの中で落としたものが消えるなんてありえないもんね。そうだよ、絶対カバンに入ってるはずなんだよ、うん、多分カバンそこなくなってるのかもしれない。だからどういう状況。カバンじゃないじゃんそれ。筒になってる。なるほどね。一回グランツさんもね確認してもらってから、うん、そうですね。あ、なんか開いてないなってなったらもう一回ちょっと来て、そうだね、相談してください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでこんな感じで皆様のお悩みを解決していきます。以上、解決ダイアローグ探偵団のコーナーでした。ダイアローグオンライン。改めまして、内山ゆりなです。村上真夏です。ここからはリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介したいと思います。ログっ子ネームこまっこさんからいただきました。ゆりにゃ、マナティこんばんは。こんばんは。メンバー対抗ゲーム見事勝利おめでとうございます。ありがとうございます。さすがひらめきに定評のあるゆりにゃと地頭のいいマナティですね。日本語のヒントから回答までのペースがトントン拍子ですごく早かったです。かっこお風呂からシャワーで通じ合っていたのなぜか笑ってしまいました。今週のチャレンジも応援してますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよね。やったぞー、勝ちましたよ。ありがとう。やったー。もうさ、私これでさ、なんか一点差とかで2位とかになってたら本当にゆりにゃに申し訳なくて。
いや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 、よかった、ね、よかったね、本当によかった。信じられませんよ、ね、信じられません。でもまさかのね、最後の週のね、ね、ゆうなさんと夜間がどうしたことでしょう。どうしたことか。あの子たちはどうしたんだろう、どうしたことでしょうか。一桁なんてあるっていう、びっくりしちゃう、ね、そうだね。よかった、でも勝てて嬉しかったです、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてロゴっ子ネーム、生涯ロゴっ子宣言、ハルーさんからいただきました。ありがとうございます。ゆりにゃマナティこんばんは。こんばんは。ゆりにゃ、ご褒美争奪チャレンジ初優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ゆりにゃとマナティという別種の天才二人が手を組んだら右に出る者はいませんね。ところでこのチャレンジでもらえるご褒美って一体どんなものなのでしょうか。あまりもらった報告を聞いた記憶がないのですが、マナティ、そこのところどうなんですか、ということです。うん、ありがとうございます。うん、まあ、そう、私たち無事優勝はできましたけど、はい、なんか以前、うん、ちょっとスタッフさんから聞いた話だと、 YouTube でご褒美ロケができるかもよみたいな、ロケができるかもよってお話を聞いていて、うん、まあ、まだ実現には至ってないけど、うんうん、いつかロケができちゃうかもしれないですよ。私もできますよ。いいの？いいよ。え？どこ行きたい？ロケするとしたら。え？なんだろう。でも食べ歩きとかしたいな。いいね。確かに、うん。なんか全然知らないから多分そんなに、うん、もう東京のこともあんまりまだ分かってない。そっかそっか。から東京ってどんなところなんだろうみたいな。私もすごいなんか今東京あまり知れてないから、うんうん、なんか行くお仕事とかで行く場所とかはちょっと詳しくはなるけど、わ、うんうんね、うん、かる、その東京の他の場所とかはあんまり詳しくないから、確かにね、私たちが東京を学ぶ旅すごい、え、いいじゃん、最高じゃない、いいじゃない、いいじゃないとか食べ歩きしながらね、すごい、ただの楽しい旅だ、確かに。いいね。あ、じゃあロケあったらやりたいな。ねえ、やりたい。私さ、割と飼っているから。そうなんだよ、割とロケできる。あ、めちゃめちゃロケ行っちゃう。嬉しい。そういう感じなの。あ、ってことは私は一回しか行けないのかな。わかんない、わかんないよ。まだここから勝てるかもしれない。そっか、そうだね。また今週もありますから。ね、今週ね。よし、勝っていこう。勝っていこう、今週も。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、うん、ログッコネーム、ウルトラレアチーズケーキさんからいただきました。ありがとうございます。ゆりにゃ、マナティ、こんばんは。こんばんは。10月31日はハロウィンでしたね。うん、ダイアログの公式ツイッターにて、マナティの作ったピエンクッキーと餃子クッキーの写真が紹介されていましたね。うん、ピエンの顔文字が書かれたクッキーと、スーの文字が書かれたクッキー、うん、クオリティが高かったですね。ゆりにゃもツイッターで美味しかったと感想をつぶやいていましたが、とっても美味しそうでした。お二人はお菓子作りなどはよくするのでしょうか？得意なお菓子などがあれば教えてくださいとのことです。ありがとうございます。うん、そう、作ったんですよ、ピエンクッキーと餃子クッキー。すごい、めっちゃ可愛かった。なんか多分ね、私でも初めて、うん、本当の一人でクッキーを作った。あ、なんか、え、そうなの？そう、家族が手伝ってくれて作ったクッキーとかは、うんうんうん、まあそりゃなんかある、うん、はいはいはい、けど、うん、初めて一人で作りました。あんなに美味しかったの一人で？え、でも実はあれ一回失敗してるんだよね。嘘？そう、本当は倍、あの倍の量を作ろうとしてたんだけど、一回失敗しちゃって、うん、それはまあじゃあ自分でってなって、残りの、めちゃめちゃ美味しかったよ。どうかな、美味しかった、みんな喜んでたじゃんね、うんうん、すごい喜んでた、嬉しい、うん、え、まつは、うん、なんていうの、このあれはハロウィンだからってことで作ってくれたの？そう、なんていい子なんでしょうか。嬉しい。そう、なんかでもあのピエンクッキーを作ろうと思ったきっかけが、うん、YouTube を眺めていた時にピエンクッキーの作り方みたいなのが出てきて、うん、そうなんだ、で、え、サッピやんと思って、うんうん、ちょうどサッピの誕生日も近かったから、うんうんうん、サッピの誕生日も兼ねて作ろうかなと思って。そうなんだね。あ、そっか、うん、え、なんかすごいさ、私がさ、そう、最初にさ、松がそうクッキーをくれた時にさ、うん、え、ハロウィンだからってクッキー作ってくれる方なんて本当にいるんだと思って、すごいなんか嬉しかったんだけど、すごい大事にするタイプなのかな、記念日とかを。あ、割と、なんだろう、お祭りが大好きだから、あ、はいはいはい、ハロウィンとか、もう盛大にやりたいみたいな。
いや、かわいい。かわいい。私、お祭り大好きだけど、全然ハロウィンとか何も考えてなかったよ。うん、なんか、普通に、あ、お母さんの誕生日だなみたいな。お母さんの誕生日なの？ハロウィン。お母さんの誕生日なの。おめでとう！お母さんの誕生日なの。そっちも大事だからね。確かに、二つ被さってるとね、どっちもだってなっちゃうから。じゃあ、来年は、盛大に。来年盛大に？何しよう？作れないしな。そうだよ、お菓子。作れるかって話だったね。あ、そうだそうだ。全然脱線しちゃった。ゆりな作る？お菓子。私昔ハマってたの。実家にいた時に、うんうん、その広いキッチンだったんだけど、結構そこでなんかめちゃめちゃその広いキッチンで一人で立って何かをしてるのがかっこいいなって思ってて、うん、それでなんかね、お菓子作りめっちゃしてたんだけど、うん、そのホットケーキミックスをなんかそのカップみたいなのに入れて温めるとさ、なんかなんていうの、マフィンみたいになるじゃない。あれ、うん、じゃ知らない知らないだけ。そっかそっかそっか、うん、ホットケーキミックスをねこうやってなんかチョコとか混ぜたり、うん、ココナッツとか混ぜたりして温めるとなんかマフィンみたいに膨らんでくるんだよ、うん、それをねいっぱい作って家族にあげてたりはした。いいじゃん。結構簡単だよ。ホットケーキミックスは絶対失敗しないと思う。失敗しない、うん、でもね、すごいホットケーキミックスで一回ホットケーキを作ろうとしたら、何？すごい失敗しちゃったことがあって。どう失敗するの？なんかまずホットケーキの表面って滑らかじゃん。うん、そうだね。滑らかじゃなくてもボッコボコになっちゃって。ボッコボコ。そう、ボッコボコになっちゃったの。ボッコボコ。なんかもう、あの月の表面みたいなっていうの。そんなに？どういうこと？クレーター、クレーターってなっちゃって。うん、お父さんと一緒に作ってたんだけど、うんうんうん、同じ生地で焼いたのにお父さんはホットケーキができて、うんうんうん、私はその失敗しちゃって、なんかその写真を撮って人に見せたら、うんうん、なんかバターって言われるぐらいのホットケーキが出来上がっちゃったの。どうやったらそんななるの？そうで、食べてお腹も壊したし、だからちょっとホットケーキミックスに恐怖感が。嘘、ピエンじゃん。めっちゃピエンだよそれは。でももうクッキーも作れるようになった私なら大丈夫、いけるいけるいけるか、大丈夫だよ。じゃあちょっと挑戦しようかな。あ、楽しみにしてる。うん、ありがとうございます。はい、ということでたくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。ヘイスーパー超イケてる、やばいじゃん。スタート。続いてのコーナーです。なりきりしりとりでパーティーリバイバル。このコーナーはリスナーの皆様から送っていただく職業や動物、性格になりきってお互いのセリフでしりとりをしていくコーナーです。最終的にうまいこと言えている方をスタッフがジャッジして、勝者にはご褒美がということで前にやっていたコーナーですね。それでは早速やっていきましょう。引きますか。そうだね、先に4つずつ引きますか。4つずつ、オッケー。じゃあ、いいよ。マナラン、これでん、マナラン、トゥルルン、マナラン、パリラン、マナラン、トゥルルンということで引きました。はい、あ、ほうほうほう、なるほどね。あ、こういう感じね。はいはいはい。あ、はいはいはい。一つすごい長いのあるんだけど、ちょっと待って。はい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 、オッケーオッケーオッケー。はいはいはい、では最初の文字はダイアローグの5で、8つ目のセリフの最後はだ。4つのしりとりしていきますよ。ゆりにゃからいいですか？はい、では いきますね。お願いします。だって6歳児なんかじゃないって言ってるよ。よくできたわね。そんな君には花丸あげちゃう。ちょっと待って。ほーい、ボタン外しますね。腕まくってください。お注射します。痛くない痛くない、痛い痛いの飛んでけ。警察官みたいな服装ですかね。あ、でしたら、あ、こちらのお洋服とかがいかがでしょうか。こちらは本当にもうタイトなスカートになっているんですけれども、こちらも着るともうお姉さんだったらもう本
当に美しい警察官みたいな服装になると思うんですけど、いかがですか？カレーを入れてほしいんだよ。俺にカレーが欲しいんだよ。俺だったらさ、カレーずっと取っとけるぜ。いつもダイアローグのみんなが本当に大好きで、まだまだとかいっぱいいろいろ思ってるんだけど、まあ、いっぱいみんなに真似されたりとかしちゃうけど、私はダイアローグのみんなを引っ張っていこうと思っているんだけど、だからみんなも私の真似をして私と一緒に取り入れ合ってほしいと思ってるし、長いな。みんなのこと最高だだで繋げるやつでしょ。だで始まってだで終わればいいんでしょ。オッケーオッケー。ごめん。だなんだこの曲は。おー、俺はお前が好きだーだ。ちょっとごめん、待って、私最後かと思ってた。めっちゃそう、なんかやけに最後の語尾に気をつけてなんかすごい長くやってるなって思っちゃった。ごめんごめん。すごいむずーと思って、だで終わるのかと思ってた、ずっと。いやいや、でもだでね、始まってだで終わる言葉もありましたし、まあ、最高でした。ありがとうございました。じゃあ私たちが何のキャラになりきってたのか、はい、言っていきますか。はい、私は、ゼータリゼルさんからいただいたやかんちゃんです。やかんちゃんだったわ。はい。では私は次、コンドルになりたいコンコルトさんからいただきました、はい、信頼のおけるできる女上司ということで花丸あげましたよ。続いて私がやったのは鳩ユーラさんからいただいた陽気な DJ ゴリラ。陽気な DJ ゴリラだったよあれは。一瞬びっくりした、うん、ウホしか言ってないじゃん。では続いて私はセアさんからいただきましたあざといナース。はぁ、なるほどね。ちょっとね、お注射しちゃいましたよ。確かに。じゃあ続いて私、うん、MK5 さんからいただいた、うん、やたら話しかけてくるファッション店員。あー、タイトめなスカートをしてたね。なるほど。私は次はカレーを求めていたのはナルドさんからいただきました情熱的な冷蔵庫。あー、なるほど。そう、ちょ、冷蔵庫だったんだあれ。不思議。で私が最後というか最後が2番目だね、うん、やったのが日陰のみかげんさんからいただきました涙もろい尾形優奈さん。泣いてた。確かにすごいね。最後私がだで始まってだで終われたのが、はい、大木さんからいただきました、はい、ライブで好きな曲がかかりイントロで膝から崩れ落ちて痙攣するオタク。ちょうどよかったんじゃない。だから始まったらどうかとあれだけど、うん、確かに好きだで終わるのうまいね。そう、前じゃん、いいやんと思った。いいじゃん。はい、ではスタッフの方、どっちがうまいこと言えてましたか。か村上だ、ピエンピエンピエン、好きだ。うまかったです。ありがとうございました。私を救ってくれてありがとう。ということでこんな感じで私たちになりきりお便りを送ってください。以上、なりきりしりとりでパーティーリバイバルのコーナーでした。続いてのコーナーです。メンバー対抗ご褒美争奪チャレンジ。このコーナーは毎週ゲームにチャレンジして一番得点の高いチームにご褒美がもらえるコーナーです。うん、今回は記憶力対決ゲームです。ほう、今から30個単語が書いてある紙を30秒間見せるので、うん、2人でどれくらい覚えることができたかを競うゲームとなっております。なるほど。先週のサピモリが、はいね、結構大変そうだったから、ね、そうだね。確かに私たち頑張りたいね。頑張ろう、頑張ろう。いけるんじゃないか。いけます、頑張りましょう。それでは早速やってみましょう。それじゃあ暗記スタート。クマ、マッケンジー・ベゾス、ジェフ・ベゾス。あ、でも待って、言わない方がいいか。あ、そっか、他の人が映ってきちゃうね。待ってね。あ、ちょやばい、覚えられない。これ難しい。ちょっと待って。はい
はい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 、あはい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 、ジャムウォルトン、フランソワピノ、あーちょっと待って、イーロンマスク、スティーブビバーみたいな、ちょっと待って待って、ジャックは、なんだっけなんだっけ、あれ待って、待って待って、あ、なんかリーチョンピみたいな人いた待って、全然覚えられないね、ジェフあ、なんだっけ、マイケルブルーワームみたいな、スティーブンブルームワックスジェ、全然覚えられない、ジェフズゾムみたいな人、ジェフズゾム、マッケンジーイーロン、ジェフズゾム、イーロンスパー、いないか、やばいやばい、むずい、なんだっけ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 、ちょっと待って、あとジュニアもいたんだよ、なんとかジュニア、やばい、なんかゼーダみたいなやついたな、ちょっと待って、あと馬に化けるに、馬に子供の子に、なんだろう、金みたいな人もいました、なんかトム・マイケル、違う、誰だ、ちょっと待って、スティーブン・ブルームワーム、スティーブン・ブルームワークス、スティーブン・ブルーワームス、てなんだっけ、テリーペインみたいな人いなかったですかね、あ、違うか、なんだろう、なんかそういう感じだったんでね、イーロンマスクいたんだよな、なんだろう、イエローマスク、イーロンマスクちょっと待って、これ難しいよ、やばい、待って、ね、ジョフゾズムっていたんだよな、ジョフゾズムみたいな人いなかったですか、そこら辺食べた、これジョフジェームス、ジェフゾズム、ジェフジェームス、ジェフゾズム、ゾズム、ジェフズゾム、ズゾム、違うかな、ゼリージュールス、違うな、終了ということで、はい、私たち何個分かってましたか、3ポイントでした同点だちょっと待ってください、あ、私って一個も言えてないですよねねえ、ごめん、もう本当にごめん今回のお題だったのですが、世界長者番付ランキングということで、なるほどね、知らなかったね、うん、いや、私結構記憶力いいんでとか言っちゃったけど、やばい、恥ずかしい、これ、私は案の定でしたけれどもいや、まだわかんない、もしかしたら3点がすごい高得点かもしれないからね、そうだよ、もう2点とか1点とか0点とかあるかもしれないから、ということで、来週以降は何ポイントになるのか、以上、メンバー対抗ご褒美争奪チャレンジのコーナーでした。お送りしてきましたダイアログオンライン、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。送り先は公式ホームページのリンクからよろしくお願いいたします。番組ハッシュタグはログライン897でつぶやいてくださいね。最後に私たちから改めてのお知らせです。2021年2月3日にセカンドシングル、サードシングルが発売いたします。こちらよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで第30回目の放送でしたが、悔しい、悔しいね、久しぶりに来たこの悔しいのもうちょっと覚えられる、いや難しい、なんかもうむしろさ、一、人絶対覚えての方が良かったのかもしれないね。確かになんか欲張って10個ぐらい覚えようとしちゃったから、ね、そう確かに、いやあ、悔しい、もう一回やりたいぐらいだけど、やりたいですね、はい、じゃあ今度リベンジできたらしたいということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは今週はここまで、お相手は内山ゆりなと村上真夏でした。来週もオンラインつないじゃってちょっと話さない、バイバーイ。